全力で走れるどころか、ドラゴンのように空を駆け抜けられるようにしてやるぞ。えい！ではちょっと刺激的だが、心を動かしてもらうためにこういうものはどうかな。はあ、おい、まだ調整室には入れないのか。ハッキングでもされてるのか。エルムのやつ、このショーが終わったら覚悟しておけよ。ちょっと、ここにおかしな魔法使いが住み着いたというのは本当？あ、TT お嬢様だ。 TT？いつもピーピーうるさいから、ピーピーお嬢様にも。昔は花のように笑う妊婦だったんだがな、戦争が始まってから別人になってしまったみたいだ。お黙りなさい。あなたたちには分からないでしょうね。戦争で家がなくなって仮暮らしの日々、お母様は質素な生活に耐えきれずに寝込んでしまったわ。ああ、昔のように毎日お風呂に入ってシェフが作る至高のディナーを食べる生活に戻りたい。それはちょっと求めすぎなんじゃない？ははは、いいじゃないか。幸せの感じ方は人それぞれ。うん、そうなると単なる豪邸では物足りんが、いっそ巨大な城でも作ってみせようぜ。それ！これはネオフェニックス城がライトアップされて。ああ、素晴らしい。さらに。はあ！花火まで。こんなにたくさんの花火、一体どうやって。あ、ドローンだ。かなりの数のドローンがネオフェニックス城の周りを飛んで小型の花火を打ち上げてるぞ。すごい、私にふさわしい、とっても立派なお城ね。これでお母様の体調もきっと良くなるわ。本当にありがとう。それにしてもあなた、相当名の知れた魔法使いでしょ。なんでこんな偏僻な場所でこんなものを作っているの？それはもちろん、その方が楽しいからだな、シャオ。私の修行のためじゃなかったんですか？ははは、そんなこともあったな。なーに、それは気長に行けばいい。お嬢さんもまた遊びに来るといいぞ。その方が俺たちも嬉しいからな。ええ、きっと。今度はお母様と一緒に来させていただくわ。こうして私とお師匠が野原に来てから長い時間が経ちました。野原にはいろんな人が集まってきて、そうするとお師匠が作ったものがどんどん増えていきました。それから私は大人になって、お師匠はちっちゃなおじいちゃんになりました。
お師匠、お水はいりますか？いや、大丈夫だ。もう十分飲んだからな。お師匠、私、心配なんです。お師匠がいなくなったら、ここはどうなるんでしょうか？お師匠が今も魔法を使ってくれてるおかげで、ぐるぐる回る木馬も、空飛ぶ乗り物もまだ元気です。でも、私だけじゃ、全部動かすことなんてできません。あんなにずっと魔法を使えません。だから、行かないで、お師匠。ああ。シャオ、お前は本当によく笑うようになった。え？弟子入りしたいと初めて俺のところに来た時は、あまりの仏頂面で、こんな子供がいるものかと思ったが、今では誰よりもよく笑い、周りも笑顔にさせることができる。俺の自慢の一番弟子だ。お師匠。いいか、シャオ。笑顔にはな、不思議な力がある。誰かが笑えば周りもつられて笑顔になり、そして不思議と前を向いて生きようとするエネルギーが湧いてくるのだ。それはまるで魔法のようにな。シャオ、もうお前なら分かっているはずだ。魔法が笑顔を生むんじゃない。笑顔から魔法の力が生まれるんだ。だからな、長い間たくさんの笑顔に囲まれたシャオはもう立派に魔法を使えるようになっているはずだ。いや、お前だけじゃない、みんな魔法使いなんだ。この場所にいるみんなが。な、フェニックスワンダーランド中の照明が一斉に。あ、お師匠、光が消えて、ぐるぐる回る木馬も空飛ぶ乗り物もみんな止まっちゃう。やだ、そんなのやだ。ここはお師匠がみんなのために作ってくれた大事な場所なのに。ううん、泣いてちゃダメだ。お師匠が言ってたことが本当なら、私が、ううん、私たちが、みんな、聞こえる？お願い！みんなの力を貸してほしいの！最後に、お師匠は言ってた。ここにいるみんな、たくさんの笑顔に囲まれたみんなも、お師匠と同じように、魔法を使えるって！私一人じゃ、まだお師匠みたいに魔法を使えないかもしれなくて。だから、みんなの力を貸してほしいの！笑顔の、魔法の力を！これは、ブレスレットの中にセンサーを入れているのか。ショーの終盤、手を掲げると光がつくように。
観客一人一人に光が灯っていく。まるで本当に笑顔が魔法をもたらしているようだ。すげえ。みんな、ありがとう。お師匠、私やります。みんなの笑顔の力を借りて、みんなが笑顔になれるように。えい！ああ。何を見とれてるんだ俺は。おい急げ、ショーが終わったんだ。さっさとあいつらを撤収させて。こうしてショーたちの魔法はみんなを幸せにしたのでした。ん、この声は。めでたしめでたし。初音ミクって言いたいところだけど、実はまだ終わりじゃないよ。ええ、最後にパーッと行きましょう。みんな、ここからはもっと笑顔になる時間よ。みんなで一緒にニッコニコ笑顔になっちゃおう。これは園内のアトラクションのライティングが一斉に切り替わった。